はい、小豆島町議会議員三木隆の週一動画パート9ということで9つ目今日は行きたいと思います。今日のテーマじゃないかな、地域ミーティング開催中ということで、まあ、私月1回以上ね、地域ミーティングっていうのを開催させていただいて、まあ、大体ね、7、8人ぐらいかな、8人から9人ぐらいの間で、まあ、2桁行くか行かないかぐらいのメンバーがね、いつも来ていただいて、大体メンバー固定化してきましたけど、まあ、それでもね、1回につき新しい人が1人、2人、それでも来ていただいてるので、まあ、こう、ね、こう、血の巡りはいいっていうのかな。うん、っていう感じで、まあ、ずっとね開催をさせていただいております。ちなみに現状としたらね12回終了っていう形で、12回までやってきました。で、今後もねありますので、3月ですね、これ僕の解放ね、解放なんですけど、3月はですね、13日それから27日ですね、2回あります。19時から22時で安田公民館でやってますので、もしね空いてる方がいらっしゃいましたら来てください。皆様の声を聞かせてくださいとかでね、書いてますので、ぜひ来てください。はい。でですね、まあその12回の中で第何回かちょっと覚えてないんですけど、議員って何をされすれば評価されるんですかっていうのをね、私の方から、まあ、参加者に聞いたことがありましてですね、その中で今日はね2つ、すごい、参加者の方の共感度が高かった、ワードっていうんですかね、言葉、うん、文章分かるんですけどね、っていうのが2つあったんで、その2つをねちょっと言いたいと思います。議員活動の透明化見えるかっていうことで、結局ね議員さんって何やってんのっていうのが分からんっていう人、やっぱりね結構いました実際ね。なので透明化見えるかっていうところでね、議員って何やってんのっていうところが分からんっていう人多いんで、だから今僕ね、この後の動画かな、前の動画であったと思うんですけど、アンケートね、実施してますっていうところで、そのアンケートもね、そういう議員が何やってるか分からないとかっていう部分に、まあそうだとかそうではない、分からない、どちらとも言えないみたいなのを選んでもらってるんですけど、まあね、その辺もちょっとね、多分実際これって皆さんね、議員って何やってんのって思ってる人非常に多いと思うんですよね。ですので私もねこうやって動画でなんかいろいろ配信をさせていただいたりですね、また月1回ね解放ね、こういう解放を出させていただいたりしながらね、少しでもねちょっと議員の活動、議員ってどういうこと日々やってんのとか、僕の場合はねこういう文章も書いてどういうこと考えてんのこいつとか、思われるようにですね、分かってもらえるように、まあね、透明化見えるかっていうのをなるべくしようということで動画配信とかもやらさせていただいてます。実際やっぱこれねすごい共感度高かったですね、参加者からね、何やってるかようわからんので、それ分かるようにしてほしいっていうようなね、声もかなりありました。それから2つ目です公約の出来高ということで、なんか毎回毎回ね、立候補するときにはこれを目指します、こんなんやりますって言って、どんぐらいやったんやというのがね、結果見えてへんよねっていうところで、4年後立候補するときはね、こんなんをやってきましたとかね、4年前これを言うてこれを実現しましたっていう人ってやっぱほぼほぼいなくてですね、これをやります目指しますっていうことをね、やっぱ4年後もね目指すことしか言わないっていうところで、公約の出来高がどうなんやというところで、まあ、これ結構ね共感度高かったですね、かなり高かったです。まあ私としたら耳が痛いのかもしれないですけど、でもね私実際選挙の時にですね公約3つ掲げましたね。こういう文章を、皆さんにね、お渡ししてご理解を賜ったんですけど、まあ、こう書いてるんですけど、実際こっちに書き出したんで、はい。私の公約3つでしたね。月1回の地域ミーティングの開催っていうことと、これからの議員候補の発掘、それから、街のお金の流れを理解するっていうことでですね、この3つを私は公約に挙げました。っていうのも、これね、そういう声が上がってくるっていうのはある程度前提として僕考えました。というのも、例えばね、地域を活性化させますとか、小豆島のブランディングをしますとかって言うても、それって、議員一人の力でできることでは絶対ないと思うので、僕はね、自分の行動だけにフォーカスしました。自分が行動してできることだけにフォーカスして、この3つを公約として僕は掲げました。だから、ミーティングを開催するのは僕のね、行動でできるんで、ね、地域活性化は僕一人が頑張っても活性化しませんからね、絶対に。
なんでそう言って、誰かの力が必要とかね、他の力、他の人をね、巻き込んでとか、いろんな人の方面の力を借りないとできないようなことに関しては、僕個人的にはね、公約にはしてないという形ですね。それこそ出来高がわからんというところで、ね、月1回やりますって言ってやらなかったらもうただの嘘つきなんでね。でも地域活性化しますって言ったら、もうあいつが助けてくれんかったからできんかったんやって言おう思ったら言えるでしょ。ね、そういうなんか、言い訳めいたことが言えるような環境を作ってはいけないと僕は自身は思ってるので、全部ね、もうできんかったら僕が悪い、ね、ただただ僕が悪いっていうことがきちんとね、言えるように、このような自分の行動にフォーカスすることにしてます。で、これからの議員候補の発掘、これ僕がやったらいいことですからね。これね、議員候補の発掘って書いてますけど、これね、あくまで若手っていう意味です。若手っていう意味ですね。はい。で、町の彼の流れを理解するっていうことで、この3つを掲げてですね、じゃあ実際達成率どうなのみたいな。今現状の出来方がどうなんっていうと、今現状ですね、次1回のミーティングの開催。じゃん、達成率 120% って調子こいてますけど、実際ね、4月に議員になって4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、12ヶ月かな、2月、12ヶ月で2月に13回目があるので11ヶ月経って実質13回開催してますので、達成率としては 120% と言っていいのかなと。1回以上は最低やってますね。ただ僕これね、月1回じゃ足らんと思って、Facebook 上ではね、宣言してるんですけど、4年間で100回開催しますって言ってるのでね、100回開催って結構ね、月2回以上絶対やらないからので、厳しいんですけど、でもそれぐらいやらんと、街の人の声って拾いきれんやろうなっていうふうに思いますし、例えばね、雑談話で話を聞いて、それが街の人の声っていうのも多分あるとは思うんですけど、でもやっぱりね、集まってきちんと議論して話をするっていう場で話を聞かないと、僕はあんまり成立してないかなっていうふうに思ったりもするので、あくまでミーティング、自分の中でね、これすごく重要視してます。で、これからの議員候補の発掘っていうことで、これに関しては、ね、達成率は 0% ですね。これは言うたら4年後ですね、私きっかけで若手がちゃんと出た時に達成率が100ってなるだけで、今現状化すると達成率 100% ですけど、何をやってるかっていうと、やっぱ若い人にね、議員ってこういうことをする、してる人なんですよとか、こういうお金の流れを理解してるんで、こっちにも繋がってるけどね。とかね、僕やったら選挙活動費って今、だってこんぐらいでやりましたよとか、なるべくね、若い人の話をして、そもそも議員になりたいと思うとかですね。そんなのなるべく聞くように聞くようにしてます。で、だから、行動としたら、そうですね、達成率じゃないですけど、行動率としたら、80ぐらいは自分としてはね、やってるなっていうふうな感覚はあります。ただ、達成率としたらね、もうこの4年、今からじゃ3年先かにしかわからないので、ここはちょっと微妙だなっていうふうに思います。それから、街のお金の流れを理解するっていうに関しては達成率今 20% ぐらいかなと。やっぱりね、財政って勉強すればするほど思うんですけど、めちゃめちゃ深いです。めちゃめちゃ深いので、じゃあ連部するって4年間かけて全部理解するって、これ結構厳しいなと思うんですけど、言うてるからね、もうやらんしゃあないと思ってます。でですね、やっぱりね、お金の流れを理解するっていう意味で、じゃあ今達成率 20% でどこまでやってんのっていうところを言わせていただくと、実はこれね、17年度から、要は小豆島町を合併したのが平成17年度なんですけど、そこからずっとね、今やった28年度までがデータで出てて、29年度はちょっとね、空いてるところあるんですけど、こうやってね、全部ね、データ化していってます、今現状ね。こういうふうにデータ化していくと、やっぱね、見えることとか見えないこととか疑問に思うことって結構あるんですよ。で、こういうね、わかりやすい。財政状況資料集っていうね、こういうやつを全部引っ張り出してですね、結構こうね、裏面とか、すげえね、細かいものがいっぱい書いてあるんですけど、こういうのをね、暇な時に眺めるようにします。わからんでも眺めるように。で、眺めてたらやっぱね、ここってどうなのっていう疑問が結構湧いてくるので、それをね、企画財政会ってこれどういうことなんですかっていうふうに、疑問を持っていくんですよ。なら、財政課のね、職員の方もね、もうめちゃめちゃ優しく教えてくれるんでね、もうありがたい、すごくありがたいですね。で、やっぱね、町のお金の流れを理解してないとですね、住民さんからこんなことやってほしいって言われても、すごいお金がね、継続的にかかることなんやとしたら、果たして本当にいいことなんやろうかとかですね、投資的経費として使う分に関して本当にいいのかっていうのは、
町の今現状ね、借金がどんぐらいで今後どうなっていって、どういうふうにね、将来負担が皆さんに増えていくのかっていうところを考えた上で、そういうね、新しい政策の提案であったりとかはやっていく必要があると思いますので、まあ、これね、やっぱね、町の側の流れを理解してるって、議員としては結構ね、それこそね、チェック機能って言われてるような形なので、まあ、議員のね、使命という形で書いてるんですけど、と考えると、これってすごい重要だなと思いますので、もっとね、達成率はこれからね、今現状でももう、まあ、50ぐらい本番持っていとかねかんのかなっていうふうに、思ってます。なので、私はね、この3つ、ね、公約として出してるので、まあ、出来高としては今現状こんな感じではあります。ね、まあ、先ほど言ったように共感度がね、これ何をすれば評価されるのかっていう質問から共感度どれぐらいねあったかっていうと、もうこの2つが高かった、議員活動の透明化と公約の出来高ですね、2つ高かったので、まあ、今回これを動画にさせていただきました。もう今日もね10分を超えてしまいました。はい、最後までお付き合いいただきました方、本当にどうもありがとうございました。